アホガールは、ひろゆきによる日本の漫画作品。週刊少年マガジン2012年52号から2015年12号まで連載した後、作者の体調不良により、同社の別冊少年マガジンに移籍して2015年7月号から2018年1月号まで連載。とてつもなくトンチンカンなヒロインの女子高生、花畑よしこが幼馴染みの少年。 阿久津明をはじめとする周囲の人物をトラブルに巻き込んでは民から突っ込みを受ける、もしくは制裁されるといったものが通例となる痛快で残念なギャグ漫画である。基本的にはテンションの高いスラップスティックで大雑把なコメディが描かれている。当初連載していた週刊少年マガジンでは4コマ形式で基本1回あたりにつき11本掲載されていたが、 別冊少年マガジン遺跡後の第7巻以降は4コマ形式を取っておらず1話完結のストーリー形式で進行している。作中では連載開始時高校1年生であった主人公らが2年生へと1学年進級しており、同時に一部キャラクターが留年するなどしている。作者によると二千十六年の夏頃にはすでに完結させることを決めており、連載が長期化したことで、 一旦休んで次回作に取り組むため完結させた。単行本は全12巻だが、第10巻から第12巻にかけては2017年10月から3ヶ月連続で発売された。2017年12月時点で、累計発行部数は150万部を記録している。学力テストでご教科すべて0点を取るほど頭が悪い空前絶後のアホの子花畑よし子は幼馴染の あっくんこと、阿久津明に説教を受けても的外れな返答しかできず、それがもとで、あっくんから、制裁や突っ込みを受けることがしばしば。次第に、クラスメートの隅のさやか、よしこの自称者弟になる不良、黒崎隆一、よしこの母、よしえ、あっくんの妹、ルリ、あっくんに思いを寄せる、風紀委員長、あっくんを嫌う、ギャル三人組。 断層したよしコに恋する担任教師の教えだ、ア子などを巻き込むトラブルだらけの残念な日々が続く。声はテレビアニメ版の声優。2017年7月より9月まで東京 MXBS11 他に手15分枠で放送された。原作第10、11、12巻の特装版にテレビアニメが各4話ずつ収録された DVD が付属。OP では 毎回へコンテが違っている。視聴者の評価は高く、DVD の売れ行きも好調であった。伊豆急行において、コラボキャンペーンとして、2017年7月29日、同年12月24日もしくは、限定1部の完売で、記念乗車券を発売する予定。ありがとうございます。